軍連軍団は、1993年に、創設されたアメリカ空軍の主要軍団の一つ。メジャーコマンドの中でも対象が、司令官を務める7つの軍団のうちの一つで、指揮系統では、空軍参謀本部に直属する。主に、空軍への侵入隊員を募集し、募集した侵入隊員に、軍事教育、技能訓練、飛行訓練を行う組織である。 司令部及び部隊はテキサス州サンアウントニオ郊外のランドルフ空軍基地に存在する。現任司令官はダリル・ロバーソン空軍大将。このエタックはアメリカ陸軍航空軍航空訓練軍団を前身としている。ATC は1942年に創設され、現在までに1300万人以上を教育してきた。 ATC は1942年に創設されて、以来、1993年まで運用されたが、施設の数は、第二次世界大戦中の600施設を最高に、1993年7月1日の、再編成開始時には13施設しか存在しなかった。また、司令部は、1940年半ばは、テキサス州、フォートワースを呼び、 ルイジアナ州バークスデール空軍基地に所在していた。その後、1949年にイリノイ州スコット空軍基地へ移動。1957年に現在のランドルフ空軍基地に司令部を置くようになった。ATC は1993年7月1日に従来の ATC を呼び空軍大学を整理、統合し、 教育訓練専門の部隊として再編し、航空教育、訓練軍団となった。主な任務は、空軍への侵入隊員を募集し、アメリカ空軍士官及び歌士官、兵に、知能能力向上を行うため、在任中の機関を通じてその地位に応じた、教育訓練を実施することである。その教育過程は、隊員のレベルに応じて、予備役教育、専門教育及び、 専門式の教育が段階的に準備されており、訓練を施す。可視官の場合、空軍軍人としての基本的な教育を終了し、部隊に配属される前に、専門技術訓練を受けることになる。現在は、2200以上の専門技術教育課程が存在している。二つの番号付き航空軍、空軍大学、空軍募集サービス。 ウィルフォード医療センターなどで編成されていて、制服の現役隊員は、およそ7万人及び分館はおよそ1万4千人以上が所属している。また、航空機は1600機以上保有している。ありがとうございます。